そして南加賀の小松市、市内の温泉旅館では県の要請による被災者の受け入れが始まっています。よろしければ大変だったと思いますので、まずは温泉で体少し温めてください。昨日は能登から16人がバスで到着し、健康状態や個人情報の確認などが行われました。今なんとかここまで来たら、落ち着きました。明かりがあって暖かいところなんで、すごい安心してほっとしてます。一方、金沢市内ではこんな取り組みも。仕分けされていたのは、金沢へ避難してきた人に配るための衣類です。宿泊事業を手掛ける金沢市の業者が、住民などから衣類の提供を募り集めたものだといいます。本当に木の実木のまま、財布も持たずに来てる人がやっぱりすごいたくさんいて、少しでも安心してもらえたらなというふうにして思ってます。被災から1週間、厳しい状況が続く中、様々な動きが見え始めています。